はようございます。ゴールデンウィーク最終日です。まだね、ゆうくん、今日何しよっか。ママちょっと今日はね、断捨離しようかなと思ってるんだけど。断捨離ママの予定は断捨離、断捨離。緩和期の予定は多分なんか宿題したりゲームしたり寝たりだと思うんですけど。で、あちゃぎんの予定は何ですか？ゲームかな。もう家族それぞれ好きなことをして過ごす一日になりそうです。本当にどこも行かなかったな。そしてどこに行っても多い。気持ちよさそうですね。私めっちゃピークの時の朝起きたすぐの体重と今食ったばっかの体重が一緒になった。すごない？今日はちょっとリサちゃんのあれ覚えたいなって思って。おっ、てってーのとかはちょっと難しいけどさ、リサちゃんパートかっこよね。めっちゃかっこいいリサちゃん。そんなに薄く、うん、突っ込むね。ちょっと悪い時は本当に悪い子だから。またごついの買ったね。これ2.5ダンベル。いきます。考えれば普通にきついなってわかるけど、もう贅肉しかないからさ今。そうですね。やってみ、後でダンベルやってみ。私贅肉動かせるっていう才能あるからさあ、どんなダンベルを買ったのか覗いてみましょう。これね、上がらんとよ。何キロそれ、これ12、どこまで？12まで。で、こうやって入れてここにすると何個かついてくんの、痛っ。これが 2.5、はい、2.5かなんか、危ないヤギ。おおおおおお、得意げ、めっちゃ得意げ。いいよ、あれまだ文字があるから。軽い？じゃあ何回かやってみよう。1、2、こうできる銀。おもやもや、おもや、おもや、それは腕が伸びていない。どこも行かんだったよな、あなたたち。どっか行ったっけ？行けない、私。雨行けない。雨、髪の毛、キモいことになるから。今日は、ヨーグルトパイン。あきぽんも最近プロテインを飲んでます。ホエープロテインだからね、なんか最初はちょっとお腹が緩くなったりしたんだけど、なんか慣れたらね、大丈夫。最近お腹壊さなくなりました。デザートって感じ。やばい、ちょっと焦げちゃった。ちょっと飲んでみよう、パインヨーグルト。俺も最近あったウィンウィンですね。あー、美味しい。ほんと美味しい、このプロテイン。私は、私はやめない。あきくんは塾の宿題かな。かなさんは多分寝転がってるかな。なんか寝転がってなんと体重に発信をしている。何してんの。私は洗濯物を干します。あきくんの集中力が何分持つか検証しましょう。もう切れてる。よい、スタート。このさ、もう分かる問題を永遠と解かないといけないっていう。もう前半だから計算しかないわけ。うん、ママと一緒のやつ。いや、それきついよ、絶対 2.5 でしょ。それってさ、どこの筋肉つく。子供に2キロ、 2.5 は重すぎるじゃん。1キロのやつは片方が別で。もういないんだけど、画面に。2分半でもういないんだけど。停止。筋トレ始まった、筋トレ始まった。まっすぐにして、緩めない状態で上げる。やばやばいよね。効くね。効く効く。今やったのこれ、サイドベンド。あー、これだね。バストアップにも、うわうおー言ってる。うわー、めっちゃいいでしょ。足ちょっと、もうちょっと開いた方がいいかも。あ、ベンチプレスもあるんだ。結構大きめだからこういうのもできるんだね。いつかパパがベンチを買いそう。ベンチは買う。でもベンチはみんな腹筋とかをやるから、あってもいいかもね。
やばい、我が家変なことになってきましたね。謎の謎の部屋ができそう。サンセット、これサンセット。あ、やばい、断捨離するとか言ってたけどめんどくさくなってきた。今日やろうと思ってるのが、この上、下もね、ここあんまり映したことないんだけど、すごいの、服の数。アチャギンの服プラスの缶空きのお下がり服、ちょっと多分見覚えのある服がたくさんあると思うんだけど、こういうのとかこういうのとか、ほぼお下がりじゃないかな、ここにあるの。そしてこっちが私の服と、問題はこの上ですね。上がやばい。洋服類はね、お下がりアカウントをまた始動させようかなと思ってます。今日はパパがお昼を作ってくれてます。これはもう強火です。ライブ配信しながら強火で全然 OK。 はい、パパが作ってくれました。美味しそう。やるか。これは何、結局組み立ててないんじゃない、これ。保育園の時の お昼寝布団とかいる、これ。お昼寝布団、アチャピが助手で来てくれました。助手はね、おもちゃ、こういう時に働くんですよ。ありがとうございます。おもちゃをとりあえず外に置いてもらう。いけるのか。2月4日もダメじゃん。これ賞味期限切れしてます。はい、これまだ組み立ててないレゴがここにあるよ、要塞のやつ。はやたいよ、はやたいよ。あああああ、かんちゃんのちっちゃい時に大好きだったくまちゃん。いやいや、ちゃんと持ってて。ぎーん、なんかこれ捨てれなくて取ってるんだよね。ここにいてね。これシャボン玉が出る怪獣さん、クマモンの着ぐるみ。いやいやいや、ちっちゃいケースをあそこの上に、もうあんまり使わないものをまとめて入れたいので。ね、これ着る水着と着らみ水着で分ける。そうだね、もう着ないのはもう処分していこうか。これ水着を取り返して。やば、お、これすごいよね、これもうすごいよ。1人5着以上あるんじゃない。え、待って、銀の靴下さ、紺色の靴下しかないんだけど、どういうこと？はい、下に戻りまーす。じゃあねー。台湾、台湾、台湾のプールのやつ。めぐさんの？うん。もうやだやだ、やばい、酔っ払いだったあれ。これ130だ、これちっちゃい、ちっちゃい。もうやだ、ね、もうママがかわいそう。ねえ、ママがかわいそう。なんかすっごい、ね、アキネネが大好きだったやつ。お腹が出るけど、うん、切る。これも嫌いよね。これめちゃめちゃ可愛かったんだけどね。これでショートパンツ重ねたらめっちゃ可愛いじゃん。いいかもね。いけないよそれ。だけど銀河だ、銀河。これ銀の銀河。あ、これも可愛いの、これもさ、ズボン重ねて履いたら着てると思います。これ着てほしいんだけどな。いい遊び場になってますね。早くして。だいぶですね、頑張りましたよ。ここがすっきり履きました。ここにあった衣装ケースたちは上に来ました。こんな感じで飲み物も上にこう取り出せるように収納して、ここはねもう空いてますね。ミシンもね、いい場所があればもうちょっとどけれるんで。何ですか、にゃんにゃん。そして、はい、1、これ壊れたミシン。これだけのゴミが出ました。あー疲れた。夕飯何にしよっかなと思ってクックパッドを見てたら、
超簡単、鶏もも肉のとろとろ玉ねぎ煮。これ作ってみようかな。きついと思う。きついよ。あ、いや。ああ。あ、宮崎の帰りに買ってきたひなぐちくわ。煮物にします。マジロー、よし。うん、うまっ。ご飯おいしい。これ初めて作ったやつだからママも味がわかんない。おいしいよ。おいしいでしょ。うまっ。でしょ。おいしいって。おいしいでしょ。食べてみた。うん。お、かじってる、かじってる。最近の悩み。え？よし、友達を作るには待って、それガンガン聞きたい。あんたもか、ぼっち。ぼっちないよ、マジで。もうグループ分け終わってる？境界線？クラスでできてるよ。やっぱり？あれどうすんの？知らねえ、切り裂けない。私たちあれどういうこと？あんたも？うん、まだ始まって1ヶ月も経ってないのにどうやってグループが分けられてるわけ。1年生の頃、もともと知り合いだった子が彼氏作って、あ、いいわって思って、他の子と仲良くしよったら、その子が彼氏作って、あ、彼氏できたんやって思ったから、その相談を男友達にしとったら、その男友達も女作って。え？彼の周りめっちゃリア充おるよ。もう彼氏作るしかないね、じゃあ、うん、あー、やっぱり。あんちゃんに友達ができますように。できますように。なにこれ、ペアルックじゃん。いつから来た？疲れた。半日片付けしてた。猫ちゃんのトイレの場所ができました。うん、誰に懐くんだろうね。でも自分ちの猫は絶対懐くもんね、家族も。うんうん、懐く。全員に懐く。でもね、やっぱり好きな場所とかがあって、好きな人とか、うん、その人のところに行って寝るんだよね。時間割ありますか？ん？久しぶりのランドセルですね、リンくん。久しぶりじゃん。久しぶりじゃん。国語、生活、算数、国語、音楽。はい、じゃあ鉛筆削ってください。削れてるかな。はい、削っておいで。なんでいいじゃん。なん、折れてるじゃん。削れー。たしちゃんの様子を見てみましょう。準備はできましたか？うん。あ、ティティティプラジャープラ。何してるんですか？あなた鉛筆削ったんですか？ほんと？そしてお風呂はですね、なぜか銀も2回目の風呂に入ってます。最近は毎晩スイカを食べてます。俺もなくしてよ。いただいたスイカを、美味しいです。甘いの好き、濃いの好き。
何してんの。明日6時ぴったりに起きてくるから。うん、1分でも過ぎたら、鼻テープ。やだ、もっとマシなやつないの。はい、考えといて。うん、消すよ。おやすみ、クマと一緒に寝とくわ。うん、ママ代わり。ママこんなに太ってない。いい、頭でっかい。頭でかくない、こんな毛むくじゃらじゃない。おやすみ。おやすみ。バイ。